どうもエルザです。それではラストオブアスパート2やっていきたいと思います。まず集団戦というか、なんで弾が出るかなボス戦的な感じで、今切り抜けたところと。それは何？クォーターだよ。クォーターって何？何？多分何も分かってないから何でも言ってしまえみたいな感じだよね。さすがにもう抜けた。ありがとう。いや、よかったよかった。下に降りてって感じか。病院だ、すぐそこ。やった。あ、本当だ、病院だ。頑張ったね。さあ、問題はね、これがエリーの来た後なのか先なのか。あそこに昇降機あるでしょ。どこどこ。うん、あそこから行くつもりだったんだ。ああ、これナイス。まあ、落ちなければね、帰りもね。みんなには内緒にしとこう。ヤーラが心配するし。お姉ちゃん思い。ねえ、聞いてもいい？何？頭剃ったの後悔してる？後悔はしちゃいけないんだ。レブ、一人で逃げればよかった。そうしたらヤーラも巻き込まずに済んだし。今頃家で母さんの世話してたはず。お母さん具合が悪いの？親の世話は義務だから。優しい子だったんだよね。でもそれに嫌気をさしたっていう感じか。まあ嫌気さすよね、その年でって考えると。よし、行くか。あ、なんかある。サプリメントとパーツ。パーツは忘れちゃダメ。で86。治療キット使用速度は上がってた方がいいけど、焼夷弾がね結構有効的だよね。ピストルというのか、こっちが欲しいのよ。モテるには越したことないし、それだけ物資が軽くなるからね。モテる量が増えるのはいいな。お導きを。見えた。あんたはここで待ってて。え、どうして？あんた殺されたいの？私ならバックギャモンの文句言われるだけ。バックギャモン？とりあえずあそこ行って取るもの取って戻ってくる。あんたは動かないで。うん。
それうまくいくかな。あ、立場的にはお偉いさんやけど、その裏切り者の扱いされない？いくらなんでも。メルもなんで来れたのかわかんないもんね。こっちは？特になし。ノラはいる？いや、お疲れ。まだいるか。お前、泳いできたのか。ああ、ボートが壊れて。アイザックに医療品取ってこいって頼まれてるんだけど。どっちみちボスに届ける予定だぞ。何がいるって。ああ、極秘なんだよね。基地の外で必要って。全部運び出されてるとこだ。必要なものがあるか調べてみろ。ねえ、ノラいる？ここに来るって昨日言ってたから。最後の積み荷と一緒に出たが、時期戻る。そう、どうも。人員が増えてるなんて信じらんない。やつら町に侵入したいと全員洗脳してんだろ。じゃあ、ノラはやられる前。おう、そうだよね、ここだって全然壊滅してないもん。まだここ相当してんの？ええ、1フロアずつね。まだ物資残ってる？ああ、もちろん。まだ他の階もあるぜ。ってことは、多分また戦うことになるかな。アビー、あんたまでここに？そう、ついてるでしょ。ねえ、医療品が欲しいんだけど、どこに行けば。アビー、ボスの命令だ。基地に戻れってよ。アイザックと話させて。直接話しな。次の便で戻るぞ。悪いな。ちょっと何なの？こいつは昨日脱走した。手を出せ。くそ。まあそりゃそうだよね。誰かここから出せってろ。くそ、肩外れちゃうよ、ノラ。はあ、アイザックの機嫌を損ねるとはね。オーエンは水族館？マニーに聞いた。医療品分けてもらえない？何、あいつ無事なの？コンパートメント症候群、腕の骨が砕けて。あんたが治療すんの？メル、もう時間がないの。まいったね。物資はほとんど荷詰めされて運び出された。何？下の階はまだ回収してない。そこにあるの？ああ、多分ね。でも下はかなりヤバいんだ。構わない。捕まっても私を巻き込まないでよね。もちろん。よし、来て。コンパートメント症候群。うん、彼女が医者でラッキーだね。メルは無事？うん。アイザックと話した後取り乱してさ。アイザックと？
あんたが抜け出したのがバレて全員尋問受けたんだよ。メルがひどい目に。バラしたの？いいよ。結局自分の行動で巻き込んでしまったか。アイザックも相当ヤバいよね。ノラ、どこ行くの？アービンとこだ。そろそろボート出すって。ねえ、まだ3階に箱残ってんだけど、先に取ってきてくれない？もう乗せられないよ。それ乗せなきゃ帰れなくなる。わかったよ。ありがとう。いいよ。あんたは平気？もちろん。マニーがかなり心配してたよ。いるのバレてる？すぐにバレる。オーウェンは腕を切り落とした後、どうするつもり？ああ、サンタバーバラに行くって言ってた。あんなのただの噂でしょ。待って。いいよ。とにかくメルも気の毒だね。うん、だね。いい？このフロアには集中治療室に外傷センターと手術室もある。完璧だね。手をつけてないのには理由があるんだよ。そもそもここが始まりだった。ここに最初の感染者が運び込まれたんだよ。かなり成長してる。あー、じゃあ本当巣窟みたいな感じなのか。万一の時は救急車探しな。私も前にそれで命拾いした。なるほど。救急車ね、絶対乗るよね。あんたに生き抜く力を。安らかな死を。また基地で会える？戻ってくるんだよね。うん。まあ、ノラは安らかな死は迎えれないんだよな。うわー、そういうことか。嫌だな、あっちでも見てる先が分かってるから。醤油は作って、ナイフも多めに作る。武器がないから作れない。小太郎、こんな感じでいくか。いやだな、また同じ思いするのか。外傷、集中治療室。よし、行こう。こっちだね。意外と平気そう。絶対そんなことない。やっぱ開くわけないよね。当然か。なら外傷か手術室か。落ちて。そこっぽいけど。バッグは何が入ってる？俺が最後の一人だ。俺と一緒にここに来た奴らみんな死んだ。
ドアを封鎖したが大量にいる感染した患者のせいで手つかずの場所もある。こんな抵抗を受けるなんて想定外だ。忠告ね。吹き飛ばせか。隔離あるか。外傷センターがあるはず。教会。ああ安らかなしよ。マジでそんな感じだよこっちは。もうマジで大変なんだから。ああ何回も何回も言ってるんだ。発生当時生きてなくてよかった。召集されて連れて行かれたわけだもんね。一旦補充できるもんは補充してって感じかな。行きますか。ここから先かな。起きない。怖えな。起きそうで怖えな。ここかなりやばいかも。救急病棟。やめてくれよ。飛び出してくるのはやめてくれよ。この演出、この演出、これやばいね。ここは何もない。爆弾、爆弾ありがて。ああ火炎放射器準備しとこう。ここが電気が通じてないか。電気が来てない。お願い入っててよ。空っぽか。絶対何かあるはず。もうこの壁に対して恐怖症しかね。こっちだね。あ、いや、そっちもい、そっちは、どっちだ先に。いや、電力ないか。やば。ちょっと何なの。え、手術室に向かうしかないか。今までなんか聞いたこともないような手術室、やった声だったよね。やば、奴らだ。クロスボウ作れないのよね。あんたも電気欲しいの？ってことはジェネレーターがあるはず。通電した瞬間全部。
う。やめい。はい、給食おきり。ああ、マジ心臓悪いな。スティーブンへ。まだ中にそいつらがいるのか。こっちがノイローゼになる。はあ。まただ。ジェネレーターは？これも開かないでしょ。やっぱりケーブル辿ってみる。ここだね。レブいればな。それかマニー。いや、だいぶね、人が多いだけで楽よ。ちょっとこれは火炎放射器の、あー、どっちだろう。火炎放射器は強化できないんだ。マジか。火力に振る。よし。いやいやいや、まだ。37じゃもう何もできない。いや、まあ安定性も上げよう。こうなったら、ああグリップ部分が、ああ変わったね。かっこいい。行くよ。はあ、心の準備。生きてたね。嬉しくはないな。嬉しくはないな、マジで。これは戻る感じの方がいいのか。いるもんな。電力不足。おお、こっちか。やった。さあ、明るくはなったけど、戦闘だよな。戦闘だよな、マジで。火力上げたからねえ、焼夷弾を。これで探しやすくなる。これで医療品はどこにあるわけ。作っておいて、あとはピストルだね。多分あの化け物みたいな声がしたところじゃねえかな。
だと思うんですよだと思うんですよ。それしか考えられないんだよな。はぁ、あ、うぃっうぃっあ、ナイフ。はい、マジでうざい。ほんとうざい。はぁ、あ、ビビるんだって。あれナイフなかったら俺終わりでしょ。そんなサプリメント出てくる？そしたら先にサプリメント使って強化しとこっか。50。治療速度上げる感じでいいか。なんか入ってる？入ってない。冗談でしょ。ガレージに救急車がありますように。あとは作れるのがこんなもんか。テープはもらう。これ来たところだね。あー嫌だな、この先だよね。ないね。ここは調べたね。あ、でも忘れ物してるね。なんで開いてんのそこ。怖。うわ。なんもない。手紙だけ。ご担当な方へこんな扱い受け入れられませんと。首突っ込まなきゃよかった。ほんとね。やばいね。こっちもやばいね。どっち行ってもやべえな。これは多分通れないんじゃない？あ、通れないね。あー、行くしかねえ。地下だね。落ち着いて、物資手に入れて脱出。そうそう、目的は、目的は物資だけ。あー、もう嫌な予感しかしねえわ。なんであそこがいてこっち、地の跡あるんだよ。これか？それ、音的に大丈夫？入ってない。ダメか。
ここはやった。これどう？入ってて欲しいけど。あー来たデブ、帰ったらお祝いだよ。感染者第1号ピッター。やばいやばい、蹴れ蹴れ蹴れ。うーん、何なんだこいつ。走れ走れ走れ、遅い遅い遅い、早く早く早く。危ない危ない危ない、やばいやばい。ああ、そんな早く早く。電気、うわー、何やあいつ。うわっ、うわしかない。さらに落ちた。どうやったら、確かにどうやったら。はない。やべ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 。燃やせ燃やせ。よっしゃー、火炎放射強えー。あれ、やば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 、いやーまだ来るじゃん。いやー一撃よかったまだダメ。オブディーダメ、弾が足りん。
やいやいやいや、どういうことっすか、どういうことっすか、どういうことっすか、もう来ないでください。死ぬかと思った。マジなんだあいつ。3回戦ってやったよ。もう一回かけられるかもしれないから、ちょっと弾だけ。おお、なんでいるんやん。生きてる。マジで。マジで、あの状態でまだ生きてんの。物資は集めようとして正解だったね。よしよし、出よ出よ、ここで区切りたくない。気のせいでなんか落ちたような気がしたけど、最悪。いやー、嫌だなー。いや、グレネード強かったね、最終的にね。こっちかな、普通のショットガンで撃つようにしとこう。うわすぎだろ。はあ、マジ最悪。火炎放射器今見つけたしで、ね、はあ、あまりにも強すぎて言葉が出ないわ。あー、ずーっと口開いてるもん、ポカーンってしてる。あー、エリーもやべえなと思ってたけど、アビーも相当やばいね。
あそこか。行くよ。いや、ほんと、アビー強えよ。あんなの誰も信じないよね。さあ、行こう。ただ、こっからあれだよね。どうやって脱出するかっていう話だよね。ではない？なパカン。およ、いや合ってるね。なんかするのかな。だよね。たまたま通れなかっただけか。ヤラは無事かな。本当だよ、時間が余計かかってしまった。みんな探してるよ。何したの？何も。動くなって言ったでしょ。だってそっちの仲間があちこちにいるし。道具見つけた？うん、さっさとここから引き上げるよ。ほら、ついてきて。アリス、よしよし、撫でてみる？噛まないよ。ほらね。終わった。もう中に入ってもいいぞ。うまくいったの？ああ、どうにか。アリス、まだ子供なんだよ。ああ。なのに私たち、光を探さなくなったのかもな。かもね。あの子の様子見てくる。分かった。
そしてまた水族館と。はあ。はい、ということで、キリがいいので今回ここまでにしたいと思います。動画を見てる方はここまでで、メンバーの方はもう一本撮りたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまったねー。